北川林太郎は大阪府堺市西区出身の元プロ野球選手、宇藤左打。堺市立大鳥中学校時代は浜寺ボーイズでプレーした。明徳義塾高校では1年の秋から4番打者を務め2年夏、3年春、3年夏と連続して甲子園に出場。2年の第92回全国高等学校野球選手権大会では2回戦で 同大会の優勝校である、高南高校に2から8で敗退。自身は、島袋へを進むからに安打を記録した。首相となり、挑んだ3年の第83回選抜高等学校野球大会は、1回戦で、日大三高校に5から6で敗退。自身は、敵地打を1本放つも得点圏で2三振を喫してしまう。責任を痛感し、 大会終了後に首相を辞めることも考えたが、チームメイトの励ましがあり思いとどまる。3年の第93回全国高等学校野球選手権大会では2回戦で、奈良市の高校に3の9で敗退したものの、自身は1回戦の北海高校戦と2回戦で2試合連続本塁打を記録した。甲子園通算成績は5試合で打率。438、2本塁打。 3年夏には、第9回トリプルエアジア野球選手権大会の日本代表に選出され、クリーンナップとして打率、438、9打点と結果を残した。2011年のプロ野球ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから5巡目で指名。契約金3000万円、年俸600万円という条件で入団した。入団当初の背番号は63。 2012年には、イースタンリーグ公式戦44試合に出場。4打点を記録したが、本類打を放てず、打率も、213にとどまった。2013年には、イースタンリーグ公式戦48試合に出場。3本類打、17打点、打率、232を記録した。2014年には、イースタンリーグ公式戦86試合の出場で、 一本塁打、19打点、打率、205をマーク。7月16日に長崎ビッグエヌスタジアムで開かれたフレッシュオールスターゲームには、同リーグ選抜の7番左翼手としてスタメンで初出場を果たした。2015年にはイースタンリーグ公式戦で打率3割を超える高成績を残したことから、8月11日に、 入団後初の出場選手登録。8月14日の対北海道日本ハムファイターズ戦9回裏に代打で一軍へのデビューを果たした。2日後の同カードに8番指名打者として初めてスタメンに起用されると5回裏の打席で中村勝から一軍初安打をマーク。以降の試合でもスタメンに起用されることが相次いだ。結局、 シーズン終了まで一軍に帯同。一軍公式戦では本塁打を放てなかったものの31試合の出場で4打点3盗塁打率215という成績を残した。2016年には一軍公式戦への出場機会がなかった。イースタンリーグ公式戦ではシーズンの最終規定打席へ初めて到達するとともに6本塁打。 46打点、打率、248を記録。しかし、シーズン終了後の10月24日に、球団から支配下選手契約の解除を通告された。11月30日に、育成選手として、契約を結ぶことで球団と合意、背番号を063に変更することも発表された。2017年10月31日、自由契約公示された。 2018年シーズンからは、社会人野球、カナフレックス公式野球部に所属する。同年、滋賀県社会人野球のベスト9指名打者部門に選出された。高校通算28本塁打を誇る、豪快なスイングと、勝負強さを合わせ持つスラッガータイプの打者である。50メートル6.2秒、遠投100メートル。尊敬する、野球選手は、金本智明。 ありがとうございます。